ハマートまで来た。暑い。これもしかして電車が来てるような予感がするんだが、電車が来ちゃってるような気がするんだが、ほらまんま行ったところで最低やん。たった今目の前で行ったところやん。ちょっと早く歩いときゃ乗れたんだが、この動画はもうあのかな、確実に YouTube 行きだろ。今のすごい美味しかっただろ。目の前でそんなことされても誘われてんの。そうそう、なんかこの肥後橋はね、そういう就活生しかいないよね。だいたいあれはね、今の子は多分ね、風俗所行ってるよ。まあ雪の抜けてる子がね、もうちょっと気を抜くとね、もう一瞬で風俗場ですよ。でもあの君たちが思うほどに風俗場ってね、もっとすごいだらしないからね、恐ろしいぐらいびっくりするぐらいだらしないからね。意外とでもね、あんなレベルですよ、一般の女性って。あのね、女の子ってね、あの我々男性陣が思うほどね、あのちゃんとした子なんかいないから、ほとんど大体だらしないから、いろんな意味で、いろんな意味でいろんなものにだらしないから、女っていう気も。びっくりするよ、本当に。あ、さっきの枠の後半で言いそびれてたんだけど、あの前までね、素人の女の子に凸っていう題名の YouTube 上げてたんだけど、あれデリヘル嬢やから、もうあのデリヘル嬢、素人設定のデリヘル嬢の女の子に凸っていう題名に書いた動画があるんだけど、あれがね、デリヘル嬢の部屋ですよ。あの行く間際にめっちゃ頑張って片付け、洗濯して片付けて頑張ってね、片付けたところのね、クローゼットを僕はもう無理やり開けるという。そこは開けないでみたいな。男のもんとかはあの大人のおもちゃとかいっぱい出てくるから、もう大変やな。だいたいね、女ってそういうもん、下手したらあそこの中にポンプとかもあったんちゃうかな。あ、マジでいいな。面接したいな。面接かかってこないかな。うちのね、あのお店3店舗とね、あの求人サイト の電話がね、全部ここの1台、この1台のスマホにね、全部集約されてるんだけど、最初ね、2日連チャンぐらいで電話鳴ってたのが、昨日は全然電話鳴らなかったんで、久しぶりに坊主引いたんちゃうかなと思って。坊主引いちゃったよ。マーメルちゃんはかわいい。3人も面接官いてるから、あーすごいな、3人もおったんや。私に興味持ってくれて嬉しいです、よかったらメールしましょうって、2人ぐらいからあの同じメールアドレスでメールしましょうって来てる時点で、これ今日
シェーン。1号ではないけど、1回帰ろうかなと思って。ってことは落ちてなかったのよ。おめでとうございます。マジか。もうこれで働かなあかんな。頑張って社畜人生を歩んでください。ね、君たちは、ね、ちゃんと人の言うことを聞いてね、社会の歯車になればいいんだ。え？違うの？あ、来てないのかな。ああ、緊張してもうその時点でダメだと思ったってことね。大丈夫大丈夫そんな。僕なんか面接相手が50人いても平気だから。高校生の前でねお話ししたりとかそんな仕事もたまにするので、たまにね先生役というかねそういう仕事もするので、教壇の前に立ったことありますからね。先生でもないのに教師でもない、教員免許持ってないのに勝手になんかその筋の仕事のプロみたいなふりをして、全然その仕事したこともない仕事も、ね、でもなんかやってギャラもらいましたけど、あれ演技だから演技。何をなりたい？マジで言うてるカッパさん。カッパさんわかんやん。元気やな。あなた元気やな。普通にプロダクション、AV プロダクションに普通になりたいですって言ったら、多分1本ぐらいは出してくると思う。ギャラは安い。いや、なるのわかんない。マジで言ってる。そっちは難しいかもな。でも企画もいくらでもあるから、それはそれで、ね、どっちもそうなんだけど、何でもいいんだったらなれるな。何でもいいんだったらさ、単体男優、単体女優はちょっとハードルがすごい高いけど、せーの、はい。いや、マジか。企画もんなんて腐るほどあるから。どういうこと、若い人ですね。何、男優女優そんなもの好き、この枠そんな濃いやつしかおらん。だからマジレスしたらあかんかったんかい。あ、男優マジで、この間ツバニャンとコラボってたのはあれ西くん、あれ AV 男優、あ、AV 監督。いや、作ろうっていうかもう僕持ってるので、ね、そこにAV 女優さえ来てくれたらもう僕はウハウハですよ。その女優が毎月毎月100万円、200万円売り上げて、その女優が毎月100万円持って帰ってもらったら、ね、普通に考えたらその子が100万ってことは、うちの会社にも100万入ってくるんだから。次は、もらうかな。ちょっと AV 女優探してきてよ、ね、マジで。みんな出てたかって。あ、マジですごいな。すげえな、チョコマヨさん。志願者だけ揃ってるな。ちょっと待って、女優探してきて、女優さん。その子がおるだけでも、その子のマネージャーするだけで月収100万円。チェーおいしい仕事や。AV 女優一人おればいいの。またも引き抜かれないようにね、ずっと見張ってほしかった。有名になった女の子の大阪の劇場やったんですけど、誰やったかな、葵なんとか、なんとか葵、なんとか葵、なんとか葵、撮影は一日、マジで、三つ橋、違うな、ナンバーで撮ったら、あ、僕、そういうのは全然大丈夫です、全然気にしない。そんなに誰が勝ってようが、別にその人に対して言ってるわけではないというか、むしろその人に聞こえて、私も言いたいですってなった方がね、美味しいから、できるだけ聞こえるようにしてあげます。ではさっきも何回もできるって言ったのは、隣にね、ちょっと若い女の子が座ってたから、うん、私興味あるんですけど、出てけへんかなと思って、ちょっと大きめで言ってたんで。阪神線は乗り換えです。出口は右側です。偶然を装わないかな。僕は賃貸不動産の
営業マンやった時もね、看板見てるお客さんにお部屋探しですかなので近づいていくから逃げられるんだよね。たまたま、たまたまですよ、たまたまなら仕方がない、たまたまですよ、たまたまみたいな、ね、たまたま今帰ってきました、あ、なんか探されたものですよ、シール出しましょうか、ちょっと今帰ってきて、もう用事ないんで、そんな言ってみて、あ、ちょっとだ、じゃあ見てみようかなみたいな、その日のうちに内見行かし、その日のうちにも口コミさせて、キャッチ率および制約率、僕ナンバーワンでしたから、入って2ヶ月で、入って2ヶ月というか、入って2週間、じゃあ入って2ヶ月、2週間も、入って2ヶ月や、2週間目までずっとゼロで、順番も回ってこなくて、その時の店長にもういいよって言われたから、何がいいのかよう分からんけど、あ、いいねやと思って、ほんなもう、どうせ仕事回してもらえるんで、好きにやらせてもらうわって、勝手にキャッチして、勝手に。まあ、インチ決まってましたよ、ね、だって部屋、お金貯めてね、部屋探してるんですよ。決まらないわけがないでしょ。だって建ってる建物なんかどこも一緒なんだから、どうせ探してるんだったら、ここで笑いながら契約しましょうよ、これね、今日ね。それで契約になりますよ。これは方犯の技ですけどね。僕、方犯の時もね、あの脅し売りとか騙し売り嫌いやったんで、ずっと笑かし売りしてましたから、笑ってる間にね、クレジット、あのクオークとかオリコのね、申し込み書に反抗させるとか、ね。笑ってるうちが花やでー。30万円の磁石がね、毎日毎日契約取れるなんておかしいでしょ。でも売れるんですよ。売れる人は必ずいるんですよ。絶対いてるんですよ。その行った地域の中にね、必ず1人より1世帯はあるんですよ。その30万の磁石を買う家が、なぜか知らないけど。で、ブランクがあって、あれ何時の時やったかな、31位の時にもう一回方飯戻った時に、24時間風呂ね、あの電気ポット型の24時間風呂、賃貸向けのね、あれが、まあ、あれも26万か28万かそんなんやったと思うけど、それでも決まったもん、トリップ行かされて地方に一人暮らしの姉ちゃんとかパカパカ決まったもん、まあ、ただね、僕の場合ね、その決めれる、決まる、契約するお客さんを探す収穫はあるけど、あのブラック率もナンバーワンやったんで、設置しても、ね、設置してもね、分割が通らなくて、結局取り外しに行かなあかん場面になって、がちょっと連チャンして、そこからね、会社がね、もう僕のオーダーだけ余震かけなつけへんっていう、どんな方針やねんみたいな、なんで俺だけそんな目に遭わなあかんねん、まあ、それでも、あれですよ、トップオーダー賞とかよく取ってましたよ、朝一から。朝一、車両長に回されて、お前、ここみたいな、朝から回んのみたいな、もうちょっとゆっくり寝とこうぜみたいな。でも早くサボりたいもんだから、ちゃっちゃとね、なんか朝一ワンピンポンで決め、そこで決めて、ね、で決まったらもう次この辺回っといてって言われて、あのなかなか決めへんかったら、もう車両長も飽きてきて、もうこの辺回っといてになったらラッキーと思って、じゃあ頑張ってきます、行ってきますって言って、ね、さっさとその辺のカフェ行ったりとか、ね、お姉ちゃん一人暮らしの家に潜り込んで、何ちゅう訪問販売、訪問販売だから面白いよ。名刺さえあれば何とでもできるよ。別に有名な会社の名刺じゃなく、何でも、どんな名刺でも、作業来て、こんにちはって、この辺の水道がね、ガスがねとか適当なこと言うといて、一人暮らしのお姉ちゃん、ちょっとあの台所、お台所だけいいかな、でも決まれへんな思ったら、もうそこでゴロゴロし始めて、ちょっと昼寝させてみたいな、だらしない人と縁が、あ、そうかもしれへんな、ある意味、あ、でもだらしない人の見分け方はすごいうまいかも。そういう経験があるので、今からやるの大阪市内の、しかもこれ難波にはいないだろう、しかも俺私服だし、ロンティーにパーカー着ててピンポンピンポン着て、どんな名刺渡しても怪しいだろう。あ、なるほど、あ、そうやな、みんなだらしない、僕に関わってるってことはみんなだらしないってことですね。だキチキチしてたら僕に関わりないでしょ、ね、なんでやねんなことねえわなことねえわむしろ僕が一番まともやわこの枠の中で、ね、ちょマジで君たちは口ばっかりでしょ、ね、僕ちゃんと言ったことやってるじゃない、会社も作ったし、ね、車も買ったし、ね、ちゃんと配信のネタでレクサス買うたとか俺だけだろ去年の、え、何月やったっけ、3月、え、何月、え、1月か、去年の1月に配信スタートして、3月ぐらいの配信で、じゃあレクサス買いに行こうっていう話をして、ね、
その勢いでネタのままでほんまにレクサス買うたの俺だけだろ。1000万下ろしに行くって下ろしに行ったりとか、ね、会社作るって作って、ね、デリヘルするってデリヘルして古物の許可取れて古物の許可むちゃくちゃやな俺やってること。何一つ一貫性がないんだが、これ一貫性が何一つないんだが、何一つ商売うまくいってないんだが、まあ 赤字、うん、赤字か黒字かちょっと赤字やけど、いつになったらこれ黒字に転換してくれんの。嫌やな。あ、そうそう、だから今日今からね、うん、そうそう、お仏の免許ね、うん、なんで今から家にメモ取りに帰るかっていうと、あの買取のね希望、出張買取の希望の電話がかかってきたらしいのよ、大阪で。で、俺に行ってくれ、行きたくないの。行ってねほりはほり聞いて、あー、それちょっとお値段つかないかもしれないですねって言ってこんなこと言って帰ってこようかなと思って。宝石とお酒、洋酒があるらしいねんけど、洋酒なんか売られてもみたいな。いいんだけどさ、別に5万、10万ぐらいだったら別にもう、まあ、赤字覚悟で買ってあげてもいいけどさ、本部が買うてくれるんだったらね。本部の買いもせえへんもんね、俺が買ってもしゃあない。車はまだあの1台だけですね。何やったっけ、ビッツやったっけ、フィットやったっけ、ビッツ買われたの。フィットだからもう自分で乗ろうかなと思って、フィット自分で車検通して、自分で登録して自分で乗ろうかな。デリヘル送迎車に使おうかなと思って。でも軽トラ2台はどうしようかなみたいな。まだ売れないよ、全然売れないよ。最近問い合わせも来ないもん。え、だいぶ前に売れたじゃないですか。え、今年秋ぐらいやったっけ。結局車が向こうへ渡ったのは4月入ってからやけど、じゃあ3月の20日に出たのかな。3月の20日の船で出航したんやから、うん、モンバサ行きに行きましたよ、じゃあ南アフリカ。しかも10万円安っ。10万円って何。車代出てへんやん、輸送代だけで赤やわ、うち。
工美容専門学校、トイレ、キッチン、蛇口、水道修理のイースマイルへお越しの方は次でお降りください。脱走した受刑者まだ見つかってないな。マジか、すげえ。すごくないですか。どこ、あれ広島かどっか。右側の扉が開きます。なんか脱走したんでしょう。すごいよな、この平成のご時世に脱走とかあるんだな。どんだけ無能なんだよ、警察無能すぎるだろ。日本橋で堺筋線は乗り換える。脱走したからもう二度と模範囚になれないんだろうな、かわいそう。トミーの島にお願いします、お注意ください。あの子は若いのかおばちゃんのかよくわからんとこいいよな。本日は大阪メトロ千日前線を利用いただきありがとうございます。思いのところを見るとすごいおばちゃんっぽい、ね、南辰巳行き扉少しおばちゃん臭がするのだが、
注意ください。食べ物屋さんはあんねんけどな、持って帰るかな、めんどくせえな。